はい、こんにちは、レトスノーです。今回なんですけども、委任の報酬、委任契約の報酬について解説いたします。民法648条と648条2の内容です。で、まず委任契約を締結して、委任者は受任者に対して仕事、何かしら事務処理を依頼するわけですよね。で、この場合報酬ってどうなるのかというと、報酬っていうのは特約がなければ請求できないんですよ。つまり、何も特約がないってなると無報酬の委任契約になるという話なんですね。特約をすることによって報酬を支払いますよっていう、契約の内容があって初めて報酬請求ができます。受任者は委任者に対して報酬請求ができると、いった内容です。で、この報酬請求の話でいうと、履行割合型と、成果完成型っていう2つの型があるんですね。で、これどういった違いがあるかというと、履行割合型っていうのは労務に対して報酬を支払いますよっていう内容なんです。一方で成果完成型、成果報酬型とも言われるんですけども、これは成果に対して報酬を与えますよっていう話なんです。で、労務に対する報酬、履行割合型については、結果が出なかったとしても事務処理をしてくれたら、つまり、働いてくれたらっていったイメージですね。働いてくれたらそれに応じて報酬を払いますよっていう話です。一方で成果完成型っていうのは、成果に対して報酬を払うわけなので、成果がなければ報酬を払わないと、いった話なんですね。例えばこれって、宅建の勉強してる方はイメージしやすいんですけども、媒介契約っていうのがあるんですね。例えば私がアパートを借りたいと思ってアパマンショップに行って、私が住む建物探してくださいっていうふうにアパマンショップの担当者に対して頼んだ、通常媒介契約を結ぶって言うんですけれども、媒介契約を結んで、頼みましたと。で、そうするとアパマンショップの、担当者さんはいい物件をこう調べるわけですよね。で、こういった物件ありますよ、ああいった物件ありますよって、提供してくれます。で、その中から、あ、いいなと思った物件があって賃貸借契約を締結したら、これが成果が完成なんですよ。で、この時初めてアパマンショップさんは私に対して、媒介契約の報酬、つまり仲介手数料ってやつですね、仲介手数料を請求することができるんです。で、一方でもし私がいい物件見つからなくて賃貸借契約結ばなかった場合、このアパマンショップさんはいろいろ仕事してくれましたよね。物件見つけてくれて、また、内見、内覧、物件の中を見ることなんですけども、中も見せてもらった、そういった仕事をしてくれたとしても報酬の請求できないんですよ、賃貸借契約が締結されなければ。これが成果完成型なんですよね。もし履行割合型であれば、アパマンショップさん仕事したんだから、その分については報酬くださいって言えるわけだけども、実際媒介契約っていうのはこっちなんですよ。仲介手数料っていうのは成果完成型の報酬に当たるので、成果がなければ、賃貸借契約が成立しなければ報酬もらえませんよっていう話です。で、ちょっと一個一個見ていきますね。まず履行割合型からいきます。支払い時期、報酬の支払い時期っていうのは原則後払いです。つまり仕事を依頼された側っていうのは、委任事務の履行が終わった後でなければ報酬の請求ってできないんですね。事務処理が終わって初めて報酬くださいって言えますよっていう話です。ただし例外があって、期間によって報酬を定めた、この期間だけ事務処理してくださいねっていう話であれば、その期間が過ぎたら報酬くださいって言えますよっていう話です。で、続いて、委任者の責めに帰することができない事由で委任事務の履行ができなくなった場合、内容分かりづらいんですけれども、簡単に言ったら、例えば自然災害とか、そういった天災とかですよね、によってもう委任事務履行できないと、任された仕事ちょっと処理することできなくなりました、そういった場合です。で、もう一つ、委任の履行の途中で終了した場合、途中で契約解除がありましたといった場合です。そういった場合っていうのは、すでに履行した割合に応じて報酬を請求できますよっていう話です。例えば1から10まで、事務処理してくださいと言われて、1から5まで事務を行ったというのであれば、この場合10のうち5だけ事務処理しているわけなんで、
すでに履行した割合っていうのは、まあ、半分ですよね。だから半分だけ報酬を請求できますよっていう話です。まあ、これが履行割合型ですね。で、続いて成果完成型、成果報酬型、これについては支払い時期っていうのは成果の引き渡しと同時に報酬を請求することができます。これは引き渡しがある場合ですね。例えばホームページの作成を依頼されたと。で、ホームページを作成しました。で、ホームページの引き渡しをすることによって報酬をくださいって請求できますよっていう話ですね。で、引き渡しがない場合もあります。その場合は事務の履行が終わった後、報酬を請求することができます。つまり、まあ、原則この後払いと一緒ですね。で、続いて1番2番の場合、ここですね、1番2番の場合なんですけども、すでにした処理の結果のうち過分な部分の給付によって委任者が利益を受けるとき、この場合その部分を得られた成果とみなす。これどういうことかというと、例えばホームページを10ページ作ってくださいっていうふうに言われましたと。で、5ページ分作りました。で、もしその5ページ分で委任者が利益を受けるというのであれば、その5ページ分を得られた成果とみなします。つまり10ページのうち5ページ完成させたのだから、その部分については委任者が受ける利益として報酬請求できますよっていう話です。だから10ページ分の5ページなのであれば半分請求できるってことですね。なので、まあ考え方としてはこっちと一緒ですね。なので大きな違いで言うと、この支払い時期が違うんですよ。成果の引き渡しがある場合っていうのは成果の引き渡しと同時に請求できるって話なので、同時履行の関係にあるんですね。で、一方こっちっていうのは後払いなんで、こういった大きな違いがあります。まあ、今回の内容はそれほど難しい内容ではないと思いますので、ぜひですね、頭に入れていただければと思います。そして最後に、弊社レトスは現在短期集中実用化アップ講座を開講しております。これまで勉強してきたけども実力がつかない、どうやって勉強したらいいのかがわからない、試験日までの計画が立てられない、わからない部分について質問がしたい、忙しくて時間がないけど今年絶対合格したい、もしそう思っているのであれば、短期集中実用化アップ講座であれば今お話した5つの課題すべて解決することができます。無理なく無駄なく効率的に勉強していくのが短期集中実用化アップ講座です。一緒に勉強して合格を目指しましょう。あなたの受講をお待ちしております。短期集中実用化アップ講座はこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますんで、ぜひご確認ください。あなたの受講をお待ちしております。